よいしょ。まあ終わりもしましたし、別にここ別に動画もメインで使うあれでもないし、多分使わねえやぐらいで一応回しとこうぐらいのやつやから、うん、はあ、で髪やな、うん、本当良かった、うん、この前の夏もちらっと行ってきたけどな、うん、あの広島に行く、うん、ついでに本当1時間ぐらいしか滞在時間なかったけど、1時間もなかったかぐらいだったんやけど、1回フェリーでピャッと行って、呉からフェリーで江田島に入って、江田島から今度広島の宇品の方に直行するやつがあるもんで、それに乗っていくっていう、うん、そうすれば陸を越えて曲がらんでも海をショートカットできるから早いはずだなとかって言って、うん、フェリーの乗り換え待ちしてる間に着くっていう、うん、そりゃそうだよ、バカなこととかやってますよ。18スキップで使ったんだよね、なんか夏。あ、そうそう、それでその広島とかもあって、あのうちから、四日市、うん、四日市からスタートして、うん、どこまで行った？そこから東海道線で、うん、米原、大垣米原乗り換えで、米原から新快速で姫路まで抜けてか、うん、姫路駅の姫路で駅そば食って、うん、で姫路から宇野、宇高航路でした。はいはいはい、うん、そうそうそう、あの宇高航路の、うん、あのターミナル駅やった、うん、宇野駅っていうところに。つまり岡山経由して。そう、あ、岡山県、うん、岡山駅から、うん、そっちの方に行って宇野駅行って、うん、で戻ってきて、そこから終電ギリギリまで粘って、どこだっけ、福山こう行って、うん、何だったっけ。東広島の次の、広島、東広島のその次の西条とか、なんだっけ、三原とか、あ、三原、うん、三原行って、三原で一泊して、うん、そっか、あっちまで行けるんだよね、そう、頑張れば広島までは、うん、三原まで行って、うん、で2日目三原からスタートして呉線乗って、うん、で呉線で呉、あの広で降りて、広からその歩いた動画、あの新規の人があのなんかコメントくれて、うん、っていうのがあって、でそこから呉も、まあ、ポンポンポンって、うん、なんて言うの、亀さんにはなっとったけど、はい、一回出て歩いて、まあ、乗って一駅だけ行ってとか、うんうん、で呉から、お、何これ、こんなとこから走っとるんや、コミュニティバスか、あ、バスで後も行くか、うん、あ、で、クレーから江田島までフェリーで行って、うん、とその古田館に乗って行って、うん、でそこにちょっと散歩して、乗り換えの間散歩して、高速船で今度広島の宇品港に行って、うん、で宇品から、あ、ほら、この辺りは青春18切符使ってない、あ、そっか、うん、宇品から今度広田に乗って、うん、路面電車で、どこだっけ、袋町のあたりの方、うん、あっちの方行って、そこからあのアストラムライン、うん、アストラムラインに乗って、あ、神山行ったね、うん、神山、ああ、そう、あ、神山の手前やな、うん、なんだっけ、横井やったっけ、あ、そんな名前のところだ、うん、壁線の、うん、壁線の乗り換えできるところに行って、降りて、そこから18切符もう一回使い直して、うん、出して、秋神山行って、そっからだから次どこだっけ、あの接続駅だ、めちゃくちゃ古いダイソーの、ま、あの看板があるところめちゃくちゃ古い、あの創業当時のダイソーの看板があって、こんな創業当時ぐらいのやつなんでこんなところにあるんだろうと思ったけど、うん、そうや、創業地広島だもんな、ダイソーって、そうそうそう、うん、あ、そりゃあるわ、古いやつと思って、うん、
なんだっけ、横川じゃない？わからない。横川、横川っちゃったっけ？その名前、横なんとかだったよ、うん。で、そこから今度、岩国まで山陽線で行って、うん、で、今度岩国でちょっと散歩して、謎の、あ、なんか自販機があったからそれ買って、うん、あのバスのチケット、バスの券売機なんやけど、なぜかせんけど、パンを売る自販機なんや、うん、あれで押すと、ビーポトンと落ちてくるっていう、これで自販機、こういう切符売り場、珍しいなと思って、うん、それと僕のネタに取らせてもらって、まあ一応、バス会社にちゃんと課金もしてきてね、うんうん、ちょっと乗る時間はなかったけど。うんうん、で、岩国から、ちょっとね、気の迷いでね、岩徳線の方行ってしまいまして。あ、なんかそれね、この間初めて知ったわ。その、うん、なんかショートカットに見える方が、実は遅いってやつ。そうそうそう。うん。うん、山の中、くねくね走ってるから、すっげえよ。景色はめちゃくちゃいいし。うん。うん、だから、それこそあれみたいな感じ。名勝線。はいはい。もう国鉄型のキハ40系でかな、うん、で、うん、ブンブン言いながら、うん、走ってって、で岩徳線やから、徳山か、うん、で徳山の手前の駅で乗り換えしたんや、うん、串ヶ浜っていうところがあって、はいはい、串ヶ浜で乗り換えて、こんなところで降りることないやろと思ったから一回降りて、そこからどこまで直通で行ったんだったっけな、あ、新山口だ、うん、新山口まではもうそのまま直通できるもんで、串ヶ浜で乗り換えしたらそのまま座れて行けるから、うんうん、で、徳山で降りずに新山口まで行って、新山口で、寿司食って、うんうん、ちょっと散歩して、なんか全然聞いたことのない寿司屋さんがあったり、うん、回転寿司屋ってやったけど行ってみてうまかった。で新山口から今度宇部に行って、うん、で宇部から宇部新川駅、うん、あれ宇部もかなり独特な、うんうん、宇部って言ってもなんか結構分散しとって、うんうん、宇部って今なんか合併して違う名前だったんだっけ、今宇部市、いろいろ合併して、うん、宇部市自体でかくなったけど、うん、なんかこれ宇部自体がなんかあれになってる、小野田市を合併したんだっけ、あ、山陽小野田市、あ、で、そう、あっちは合併して山陽小野田になったんだ、うんうん、あの辺りも企業城下町だからね、宇部、うんうん、は宇部セメントやろ、うん、で小野田は小野田高、小野田が小野田セメントで、うん、あれだ、太平洋セメント、だから今でもさ、千歳、四日市の千歳にあるさ、太平洋セメントのさ、うん、近くのところ、はいはい、あそこの踏切の名前、小野田二号踏切とかだもん、そう、女の名前まだ残ってる、あなたにとか、うん、で宇部新川の満喫で一泊して、うん、で宇部新川から本当はね、なんだっけ、長友津山っていう、うん、端っこの駅があるんやけど、うん、それ寝坊して、うん、あのね、ひどいね、朝の7時で終電終わんねん、うん、あのね、時刻表見たら驚愕だよ、うん、どうやって行けっていうねんっていうくらい、ね、朝の6時に起きて行こうと思ってたのに、うん、そんな感じで連日やっとったから、うんうん、疲れが溜まっとってちょっと起きれやんくて、うん、バスで行こうにも2時間ぐらいとかかかるような感じだったから、うん、近いんだけどね、うんうん、そこを諦めて今度でどこだ、そこから宇部駅戻って、宇部からあれなんだったっけ、三好線じゃなくて峰線の方入るやつ、峰線の方行くところなんだったっけ、明日じゃない、あ、朝、うん、朝駅、はい、朝駅に行ってさあここから、ね、峰線に乗ろうかなと思ったら、土砂災害の大雨の影響で運休中って、
大会橋とかありません。え、これ長門市に行く方法って何かありますか。タクシーぐらいしか。マジかー。何万円かかるか分かりませんかね。そうですがね。で、山陰本線の方もその時止まっとったもんで、どうしようかなと思って、とりあえずあっち前でよって言って、もね、文字、うん、あ、じゃあ、文字は、あれだ、九州の方だから、うん、あの、山口の方は何だったっけ、下関。はいはい。よし、とりあえず下関まで行ってみよう。うん、よくわからんけど、とりあえず下関行こうと。うん、行ってから考えようと思って、下関に行って、下関の、駅前に24時間営業のイオンがあったから、そこのフードコートのところで、サンドイッチ食いながら、さあ、どうするかなと思っとったら、運行再開の情報が入ってきたもんで、これで、下関から今度山陰線に乗ってずっと長門市の方に行き、あ、これマスクでいいかな。はいよ。で、長門市から今度仙崎駅、うん、長門市から山陰本線の仙崎支線っていう支線が伸びとって、これも1日3本とかしか走らんという、うん、スーパーマニアックな駅なんやけど、そこのところに行き、無料巡回車が走っとるんや。あ、町民の方も自由に乗れるんや。そういうことやね。うん、めちゃくちゃあの学会さんが運営しとるっていうのは丸分かりやったけど、だって、ね、完全に三色旗のカラーになったからね。完全三色旗になったからそうだろうけど、まあでも、なるほど、そう、あ、なるほどな、それあると助かるわな。うん、